こんにちは、みみのはんなりみやこ TV どすえ。今日のめちゃくちゃおすすめのスポットはこの伏見稲荷からお届けしたいと思います。こちらの近所に超美味しい中華料理のお店があるので、今日はそちらをご案内したいと思いますので、みなの衆ついてきなさい。みーみはんなり京都 TV、 京都を中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。稲荷街道を歩いていきます。一筋目を左に、道をまっすぐ行って踏切を越えてもらうとすぐ現れてまいります。さあ見えてまいりましたよ。こちら師団街道になります。今日行く先はこちらです。到着しましたよ。今日の目指す先こちらです。チャイニーズキンちゃん、オープン前ですけども、もう入れると思いますので入りたいと思います。うわ、なんかいい感じね。では朝飯兼昼飯を食べていきたいと思います。伏見稲荷の名店中華料理といえばここ、ぜひ楽しんでください。おすすめはこちら、酒粕ラーメンもあるよ。ラーメンはまた今度、今日は定食をいただきたいと思います。決まりました。ここね、すごいよ、ご飯は一度だけおかわりできるそうなので、食べれたら食べたいと思います。メニューは来てからお楽しみ。じゃあ今日は飲みますよ。久しぶり、札幌黒ラベル。昔よく飲んだな。中瓶600円、札幌黒ラベル久しぶりやわ。ではおはようございます。アサビです。乾杯。うまっ。朝でもなかなか喉入らへんな、決意は。まずは餃子から。おいしそう。ここの餃子は大絶品です。もうね、箸を入れた瞬間からこのカリカリ感。ニンニクも結構効いてるし、包みがねしっかりしてるから、んで外のねカリカリ感とめっちゃくちゃじわじわで美味しいです。この外のパリパリがね、普通のパリパリじゃなくて、すごいね、おせんべい、薄せんべいみたいなパリパリ、めちゃくちゃ美味しい。これおすすめです。これきた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 、ありがとうございます。ちょっと来たけど今見せるわ。こちらのね、このメニューはめっちゃ大絶賛のメニューで、ご飯漫画盛りでお願いしますって言ったら、漫画盛りか、丼ぶり、丼ぶり漫画盛り。麻婆豆腐のラーメン鉢と変わらんやん。美味しそう。でもから揚げもめちゃくちゃ美味しそうや。これもうね、
さっきの餃子もそうやけど、箸でね、持った瞬間にもね、サクサク感がすごい伝わるのよ。唐揚げ、うん、絶品。もう3人で食べたら最高。カリカリ加減と閉じ込め加減がもう天才的。みんなこの味、もう唐揚げだけでも10個ぐらい食べたい感じ。そんじょそこらの麻婆豆腐とわけが違う。カリカリ料理。これがいいね。中華スープじゃなくてお味噌汁。うん。ジャパニーズ味噌スープ。うまっ。冷麺の本気を決める他のお客さん、めっちゃ美味しいですよ。今度ね、ラーメンとか取りたいと思います。ほんまに美味しいし。あ、なった。ちょっと出ていいですか、はい、めちゃくちゃ美味しいですよ。びっくりする、はい、しかもご飯漫画盛りが丼じゃなくてラーメン鉢で来るとはみたいな。美味しくいただいていきたいと思います。ありがとうございます。金ちゃんマスターですよ。もうめっちゃ美味しいから。そんなに麻婆豆腐ほんまに美味しい。うまいわ。ボンボンなくなってる。ではそろそろダイブシリーズいきたいと思います。入れるぞここに。麻婆丼の完成や。一人前できてもうてるよ。またこれがまたうまい。うん、これはやらなあかんやつ。うますぎる。こんなアホで食いてるのにうますぎる。
いや、これ見ちゃったぞ。これ見ちゃったうまかった。一緒に稲荷の名店チャイニーズ店長、最高に美味しかったです。すごいの賑やかになってるんですよ。私オープンと同時に入らせていただいたんですけども、オープン前からも並んでまして、今はもうね続々ですよ、お客さん来られて。ほんまにぜひ皆さん伏見駅からね、伏見稲荷駅から徒歩すぐなのでぜひ来てみてください。こんなに山盛りだけど、ね、美味しすぎたのでペロッと食べれました。また次回はラーメンを食べたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。みんなに今日は日々チャンネル登録、高評価、コメントどしどしお待ちしてますのでよろしくお願いいたします。ではまた。中華といえば大好物ごま団子、おいしそう。そしてあったかいお茶、うん、ジャスミンティーかな。手でこのままいきます。いただきます。あ、熱々、うん、うまっ、うん、すごい、わかるこれ、うまっ、うん、揚げたてから感初めて、めっちゃうまい、熱々。これはね、お茶もあるけどビールもあります。うまい。